大相撲春場所十一日目、新入幕の御琴富士が大関琴ノ若を寄り切りで破り、十一連勝。新入幕からの十一連勝は元横綱大砲の記録に並んだ。御琴富士が新大関琴ノ若を寄り切り、十一連勝で単独首位を堅持した。相手は大関。考えても、自分を信じてやった。新入幕力士の初日からの最多連勝は、 昭和35年初場所の大砲の11。この記録と並んだが、西前頭13枚目だった大砲は、8日目の不戦勝を含んでいる。大砲はそこまで不戦勝を除き5つの決まり手があったが、三琴富士は押し出しが5。寄り切りも5。送り出しが1。真っ向勝負の姿勢が見て取れる。さらに、新入幕が11日目終了時点で単独首位に立つのは、 平成19年秋場所の豪栄道以来、史上二人目、元大関豪栄道の武隈親方は、このまま行くのではないか、負けるイメージがしにくい、と唸った。一場所で重量を通過した一月の初場所、支度部屋で同じ伊勢ヶ浜部屋に所属する横綱小の富士の傍らを通り過ぎた。横綱が目を閉じて集中している様子だったため、あえて声を発しなかった。すると、おい。 挨拶は、とどやされた。み事富士は、集中は花道でするものだと言われた。毎日の勉強は、若武者を成長させる。大砲のイメージは、大宝石のおじいちゃん。大相撲春場所十一日目。大関宝章流が関脇大栄章を退けて八勝目。逆転部位へ望みを残した。前日十日目は注文相撲でファンのため息を誘い。 助渡りが審判部長からも、大関らしい相撲を取ってほしいと苦言を呈された。この日は激しく攻め合った末、最後は突き落とし、熱戦で観客席を沸かせた。取り組み後は、見ながら落ち着いて相撲を取った。勝ってよかった。しっかり残り4日間、1日一番大事にしていきたい。しっかり最後までやりたいと表情を引き締めた。 12日目は全勝で独走する新入幕孫富士と初対戦。大関の貫禄を示すことができるか。トースポウェブ。偉大な記録に大手だ。大相撲春場所10日目。全勝の新入幕孫富士が一杯の幕内大野里を一気に押し出して、無傷の10連勝。後続との星の差を二つに広げ。独走体制に入った。取り組み後は、気分は変わらないです。 歓声がすごいなと思ったんですけど、土俵は自分と大野里関だけだったので、いい相撲を取ろうと思った。優勝争いの行方を左右する大一番でも冷静さを失わず、逃げた白星に到達。結果としては、いい結果だと思う、と頷いた。11日目の20日は新大関琴ノ若との顔合わせ。新入幕で大関初挑戦が決まった。相手に飲まれないように。 上の方たちばかりなので、向かっていく気持ちでやりたいと気持ちを引き締めた。この日の白星で、昭和の大横綱、大砲が新入幕でマークした11連勝にも大手。さらに、新入幕部位なら1914年5月場所の両国以来1 0年ぶりの快挙となる。終盤5日間の土俵に注目だ。トースポウェブ。9日目。18日。 エディオンアリーナ大阪無敗の新入幕孫富士と、一敗の幕内二場所目大野里が十日目。互いに勝てば初優勝に前進する直接対決に臨むことになった。この日は美琴富士が小結びを押し出し、大野里が関脇若本春を寄り切り、揃って三役から初白星を挙げた。美琴富士は新入幕として百1年ぶり。大野里は残原神として史上初の優勝を目指す。 新世代二人の第一番が注目される。しこな通りのスケールの大きさで勝ち切った。大野里は立ち合いで若元春を弾き飛ばすと、圧力をかけて前進。左を刺される相手得意の形になり、一度は寄り返されたが構わず出続けた。粘る相撲校舎に体を預け、圧力だけで初めて三役から白星を挙げた。土俵際で刺され、慌てる形になったけど、 役力士に勝って自信になった。先場所よりは成長したと思う。止まったらねじ伏せられるので、多少がむしゃらでも前に出た、と胸を張って話した。先場所の西前頭十五枚目だった力士は、十日目から関脇、大関、横綱と戦い、三連敗、今場所は三役と戦い、多くの経験と自信を得た。若元春とは学生時代に縁があり。 細胞レベルで体が反応する相手だ。新大関での勝ち越しに、大手をかけた。大相撲春場所九日目、新大関の琴ノ若が関脇大栄章を下して七勝目を挙げた。取り組み後に琴ノ若は、しっかり攻めて、自分の相撲が取れたと手応えを口にした。大関候補の相手を力強く押し出す快章には、審判長を務めた久米川親方も、落ち着いていた。 一方的な相撲だったと高評価を与えた勝ち越しまであと1勝とし支配レースでも全勝の新入幕孫富士を2差で追いかける展開まだ逆転優勝のチャンスはある10日目の19日は埼玉栄高の後輩でもある幕内王鵬との一番しっかり集中していきますと静かに闘志を燃やしていたトースポウェブ新入幕の尊富士が小結びを押し出し 九連勝で首位をキープ大野里は若元春を寄り切りで勝ち越し琴ノ若は大栄賞を押し出し貴景勝も七勝目豊昇龍は緑富士に敗れ三敗目霧島は錦木,木を下して連敗ストップ九日目十八日エディオンアリーナ大阪幕内二場所目残原神の西前頭五枚目大野里が先場所に続いて九日目に勝ち越しを決めた 初顔合わせの関脇若元春を破って8勝1敗とした。10日目は、優勝を争う新入幕孫富士との割が組まれた。先場所も、新入幕ながら優勝争いに加わっていた。横綱・賞の富士、大関・豊昇龍、関脇・琴ノ若との対戦が組まれたが、これを3連敗していた。いずれも初顔合わせの相手だったが、この日の若元春とは、 実は新潟、海洋港時代に手合わせしていた。元小結大砲の仙台荒汐親方が新潟県出身の縁で、仙台時代の荒汐部屋に、合宿で寝泊まりし、一緒に稽古もしていた。この日の朝稽古後、大先輩ですし、技術も経験もありますし、すごい存在、顔じゃないですと、若元春の印象を語ることはなかったが、 当時は若い主だった若元春と一緒に稽古していた思い出は強く残っていた。互いに成長して再び対戦した関脇相手に実力を示した。新大関琴ノ若が関脇若元春を押し出し、6勝目を挙げた。豊昇龍は高志の勝ちを押し出し、角番の高景勝も王鵬を押し出して2敗を守った。霧島は小猿に寄り切られ、6敗目を喫した。 大栄翔が星を5分に戻し若元春は3倍目小結は6勝目をマークした新入幕孫富士が8戦全勝で勝ち越しを決め単独トップ混戦となり大野里が1敗豊昇龍や琴ノから7人が2敗十両は朝紅い龍が8連勝で単独首位大野翔は大野里にとって新入幕で11勝を挙げた先場所 3日目に幕内で初めての黒星を喫した相手。攻める気持ちは持っていましたという大野里は、右差しを狙いながら体を前に運んでいくがあまり威力のある攻めにはならず、低い大野章を起こすこともできなかった。大野章は回り込みながら、左を巻き替え、その差し手を突きつけるようにしながら攻めきった。差し手を返して、うまく隙間ができたので、回り込めた。 みんな車道で持っていかれていたので、そこを注意しました、と大野章はしてやったり、今場所の大野里は、平戸海や緑富士といった相手にも、思い切りよく体ごとぶつけていくような立ち合いを見せて好結果を生んでいたが、作戦を練ったことで、この日はその良さが消えてしまったのは皮肉だった。きっと、立ち合いのほんの少しの角度と高さの違いなのだろうが。 もちろん作戦を考えていく姿勢は必要で、いいことではあるのだが、そのイメージ通りにすぐ体が動いてくれるかどうかはまた別。というのが、相撲の難しいところなのだろう。爪が甘かったですね。気持ちを切り替えて、明日から頑張ります、と大野里。課題は爪で、これからの立ち合いが鍵となる。横綱小の富士が休場し、 星を残していけば上位戦が待つ。強い立ち合いが必要だ。三琴富士は全勝でトップに立ち。大関陣は波らん。若元春が勝ち。